放送席、放送席、そして絶対抑えるつもりでマウンド上がりました。よし、最初に大したバッター対戦したのが代打の楠本選手、あそこはどういうことを考えてたんですか？球数使って、抑えようと思ったんですけど最後甘くなってしまったんですけど、しっかり抑えれてよかったです。そしてから最後、関根選手をストレートで空振り三振、あのボールはご自身どうでしたか？最後も、構えてるところとは違うかったんですけど、全力で投げました。このところ、好リリーフが続いていますけども、ご自身の状態はどう感じてますか？ピンチの場面でいくことが増えてきたんですけど、しっかり準備もできてますし、いい結果になっていると思います。そして下北選手の今頃にトミー・ジョン手術から復帰をして一軍に上がってきました。そこから1年経ちました。そのあたりはどのように感じてますか？リハビリ生活は長かったんですけど、こうやってしっかり投げれてるので、これからもっと頑張りたいなと思います。よいしょ。来週からまた試合があるのでしっかり勝てるように頑張りますので、よろしくお願いします。今日のヒーローは好リリーフ下本投手でした。